はようございます、たかしです。本日も1日 Vlog スタートです。今日のね、写真のレタッチはこんな感じで、なんだかすんごい立体的な感じになったかなって思いますね。今ね、YouTube の YouTube スタジオっていうのを見てたんですけど、なんとチャンネル登録者数400名になってました。イエーイ、ありがとうございます。皆様ご登録いただき本当にありがとうございます。このチャンネルはね、1000名の登録者を目指してね、頑張っていきたいと思います。まあ一つ一つがね、通過点だと思いますので、これからも上げ続けていきます。今日もね、最高な眺めです。朝焼けが最高に綺麗です。
もっと効果が絶大なんじゃないかと喋りながら思ったので、今日はこれ iPhone それでは仕事に行ってまいります。今日はね、昨日の夜からめちゃくちゃ寒いんですよね。まあ最高気温はね20度になるということで神の気温だと思うんですが、昨日の夜からねもう最低が8度とかになってて、いやそりゃちょっと寒すぎだろうって感じですよね。急に来たこの寒さ、ずっとね20度ぐらいで最低気温もね15度とかぐらいを保ってたんですけどね、驚異的な冷え込みをしております。天気はめちゃくちゃ快晴ですね。はい、なのでまあ仕事終わりはねかなり期待が持てそうな気候になるんじゃないでしょうか。仕事が終わって、でワンコたちのお世話もね済ませたんですが、この後にちょっとね友人とね夜ご飯を食べに行く予定があるので、三宮まで行ってねご飯を食べていきたいと思います。でねその前に少しだけ時間があるので、ちょっとね服を買いに行きたいなと思ってます。服がねちょっとジャケットがねマジでもないので、はい、ジャケットをねちょっと見に行きたいなと思います。薄手のジャケットですね。はい、結構必要になってきたなぁと感じてるので、そういうのね見に行きたいなと思っております。さっきね、あの服をね、ジャケットをね、買いに行ってから夜ご飯食べに行きたいって言ってて、結構ジャケットね、探したんですよ。久しぶりにね、こう、当てのないあの洋服選びというか、押したなって感じでしたね。なんですが、ちょっとね、買わなかったですね。なんかね、やっぱりこう、僕の中でこう、春とか秋とかっ
って季節が短いじゃないですか。でその期間にこう買った服ってなんとなくあんまり出番がなく着ないようになっている服が今までやっぱ多かったなって感じてるんですよね。すぐにやっぱりもうすぐ夏にもなってきて、もうねこの状態でも暑いっていうね、2枚の状態でも暑いっていう状況に多分なるんですよ。まあそう考えたらね、ちょっと寒い日とかそれが必要なのも数回だろうなって考えたりしてたら全然買えなかったですね。春とかね、すごくこう服が買いたくなる時期だとは思うんですけども、今回はちょっと買わずに行こうかなと思います。なので特別こうクローゼットの中のラインナップは増やさずに、はい、済みそうですね。まあよしとしましょう。で対策としては温活ですね。まあ結構この春で暖かくなってきたとしても夜が冷え、ちょっとね温度が下がるっていうのが分かっている時とか、朝がね冷え込むっていうのがねたまにやっぱりあると思うんですけど、そういう日にはやっぱりホットのねあったかいこう紅茶をね事前に飲んでおいたりとか、そういうものを用意しておいたりとかですね、食べ物でもね温活になるようなものを食べるっていうのをね心がけると、まあ過ごせるんじゃないかな、全然大丈夫じゃないかなっていうところで、今年は行ってみようかなと思っております。このカバンを防災バッグに使ってまして、この防災バッグの中を更新するんですよね、毎月。一応ね、この飲み物、お水だったりとか、何が入ってたっけな、カロリーメイトとかですね。で、ワンコのご飯も入ってて、こういうやつですね。はい。ワンコのご飯も入ってるんですけど、ちょっとね、これの見直しも今回兼ねて、いろいろ買ってきたんですが、まあ、ワンコのご飯をねまず、まあ、これいつも食べてるご飯じゃなくて、なんかレトルトのちょっと美味しい鶏肉とかね、いろんなささみのねお肉のバラエティパックみたいな小分けになってるやつなんですけど、まあすごくね与えやすい、小分けになって与えやすいやつだったんですけど、これ毎日食べてるわけではないので、まあ犬のね体的にどうなのかなというところがずっとあって、もうやっぱこっちでねこの毎日食べているご飯、これをもう入れとこうかなと思いましたね。これを1パック入れとけば結構な日にち持つし、週間2週間が全然持つので、やっぱこっちの方がいいかなと思いまして、こっちにしようかなと思います。でまあカロリーメイトはね、しっかりと炭水化物も入っていろんな栄養が入っているもので、すぐに食べれるんでね、で日持ちがするっていうのですごい重宝してます。でまあお水ですね、これがあればまあだいぶいけるでしょう。2週間3週間とか普通に多分過ごせると思うので、そういうものを入れてますと。でまあこういうスリッパ、簡易的なスリッパとかライトとかですね、そういうものも入れてますので、まあ毎月ね見直して入れ替えて、はい、賞味期限とかはね切れないうちにちゃんと消費していこうかなと思ってます。狙ってますね、カロリーメイトを一点に見つめて狙っております。ワンコはねやっぱチョコレートだね、カフェインがダメなんでねあげれないんだよね。今回のね手放すものまたあるんですけども、それがこちらでございます。この A ですね、はい、こういう感じでめちゃくちゃコンパクトに飾れる A で、ワンコと人間がね見つめ合ってるっていう、すごいいい感じのブルーのね A になってるんですが、まあ、これもね私の生活にはまあどうしても必要なものではないので、今回手放そうかなと思います。で友人に聞いてみたらね、
これ欲しいっていう人がいたんで、その方にあげようかなと思うんですが、まあそうですね、飾り物っていう飾り物は本当にもうこれがラストかなっていう感じですね。家の中でもう飾り物はなくなったので、本当に見た目としてはすっからかんとしてるんですが、シンプルといえばシンプルで、一番私のできるおしゃれはこういう何もない空間を作るっていうのが手っ取り早いし、まあそうですね、それしかできないって感じですね。自分におしゃれの感覚はあんまりないなっていう感じはしてるんで、まあ何にもなくしてね、本当に生活感をなくせば基本的にはおしゃれに近づくかなと思ってるんで、まあ、これがね本当に最後の最後の、はい、飾り物になりますので、こちら手放していきたいなと思います。はい、そろそろね終わりにしようかなと思うんですけども、夜のね景色もね結構いい感じなのでね、ワンコとね一緒にねよく夜の景色を眺めてます。はい、今日はね結構ね朝がめっちゃ寒かったんで、なかなかあの服のね使用が難しいなって感じでしたが、はい、もうねジャケットも必要ないかなっていう感じですね。なのでこれから本当に薄着を楽しめるかなと思ってるので、ワクワクしてますね。で、一つね今後ねめちゃくちゃどうしようかなって迷ってることがあって、今は4日に一度このね Vlog を更新してやってるサイクルをねもう作ってできてるんですけど、結構ねちょっとだけね実際余裕があるんですよね。でもうちょっとだけ工夫をすれば3日に一度アップするのは全然余裕にできるんじゃないかって今思ってて、まあ、それぐらいのペースでいってもね面白いなって思ってます。今ねめちゃくちゃ YouTube をねこうやって更新するのが楽しいので、3日に1回ぐらいやるとねよりこう人生楽しめるのかなって思ったりとかもしてるんですが、まあねちょっと追われちゃうと嫌になると思うので、そのあたりちょっとねいろいろ検証しながらやっていきたいなと思ってます。それでは今回はねご視聴ありがとうございました。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。